松本駅到着。前回の長野駅からやってまいりました。松本市人口約24万人。決して大都市ではないが、これまたなかなかの栄えっぷり。世界の大都会新宿までもあずさ号1本で行ける。そして名古屋も特急信濃1本で行ける。便利な街でもある松本。2回目の訪問だけど、これがなかなかの栄えっぷりと見応えありで、ほんと素晴らしい街でしたよ。それでは改札を出ていきましょう。松本駅コンコース内の様子はこんな感じ。長野駅と同じく木のぬくもりが感じられる綺麗な雰囲気。緑という駅ビルが併設されてて、こちらも長野駅と同じですね。繁華街とは反対方面、住宅地要素が強いエリアですが、奥には北アルプスの山々がまた見応えがあります。ちょっとこの日曇ってて、そこが残念。さあ盛り上がってきました。では繁華街方面お城口、こちらを街歩きして観光を楽しみたいと思います。さすがは松本、長野第二位の都会ということだけあり、駅前は結構栄えてます。都会すぎず田舎すぎず、ちょうど落ち着きのある駅前といった印象。長野駅と同じように、ここも駅から放射状に通りが伸びてますね。駅舎は新しくもなく古くもなく、これまた落ち着いた印象。しかし松本の街中は実はすごいおしゃれな街並みが広がっております。なかなか大きいぞ。駅を出て右側にはアルピコプラザとバスターミナル。夜のアルピコプラザ、レインボーの光がなかなかオツですね。松本はバスの便も非常に便利な街なんですね。新宿、名古屋、京都、大阪と大都市を結ぶバスターミナル。さすがは豊富な観光地を持つ街だけありますね。アルピコプラザは連絡橋でアルピコプラザホテルとも直結。松本市アルピコが強強っすね。以前立山やクラブツーリズムでもお世話になったアルピコ交通、松本の顔といっても過言ではないんでしょうか。駅前アルピコホテルの脇の通り、2位は独特な形をした本屋の丸善があったり、その付近のスクランブル交差点には井上百貨店があったりと、なかなかの商業規模。ここまででも松本なかなか都会だなと思った方、この先おしゃれで洗練された都会を十分に味わってください。ということで松本駅からまっすぐ伸びる通り、こちらを進んでいこうと思います。今回松本駅から出た先ほど映した右側の様子、そして今まっすぐ歩いている通り、その後駅から出た左側の街並み、観光地の様子を映していきたいと思います。ビル群が並ぶ通りにはおしゃれなカフェ、おしゃれな雑貨屋など、なかなか街歩きを楽しませてくれます。しばらく歩くと少し街も落ち着いた雰囲気。しかしこの先に結構見どころがあるんです。シンプルでおしゃれな松本市民芸術館、なんと日本最大級の音楽祭であるセイジ小沢松本フェスティバルの主要会場なんだって。施設内のエントランスの前の階段はかなり美しいぞ。まさに芸術ですね。さらに進んでいくと松本市美術館、中は映せないけど外観だけでもかなり見応えがあるぞ。建物の壁自体がアートになってますね。こりゃいいわ。お花もカラフルで作りが細かくて本当に美しい。まさに芸術ですね。こちらイオンモール松本、お城がある街だからか和のテイストがまたいい味が出てます。北アルプスを背景にするイオン、こんな絵になるイオンなかなかないのでは。さらにイオンから進んでいくとカメラを回してこちら、あがたの森公園。入り口には旧制松本高等学校、1919年大正時代に作られたんだって。風格ありますよね。歴史ある学校なだけあってなかなか見応えのある校門と公園の入り口。なんかイベントやってたのかな。ヒマラヤ杉の並木道がまたいい味が出てます。ちょっと北大のキャンパスに来たような気分になったのは気のせいかな。旧制松本高等学校の中庭はなかなかのもの。昔の西洋風の作りって見るだけでも観光気分になるよね。西洋風の雰囲気から一変、日本庭園みたいな綺麗な池も公園にあるんですね。松本駅近辺に戻ってきました。
次は駅から伸びる居酒屋街が密集している公園通り、こちらを歩いていきます。公園通り、居酒屋街から一辺、こちら松本パルコ。パルコというと大都市にあるファッションビルというイメージ、松本にもあるんですね。そう考えるとすげえな。付近には和のテイストからご立派な建物が建ってて、松本の街がいかに綺麗かがよーくわかります。公園通りを抜けて松本城へ続く道に出ました。正面には新米メディアガーデン、またおしゃれな建物ですね。そう、この辺りから松本城までが本気の松本が見られる素晴らしいエリアになってるんですよ。なんといってもこの辺り一帯おしゃれな建物がとても多い。松本の街に改めて来て、その記憶が蘇ってきました。しかも松本城周辺は景観も重視していることからか、建物の高さ制限もあるらしいので、その分中層階の綺麗な建物がずらーっと並んでる印象を受けますね。松本城へ向かうおしゃれな通りから一回カメラを右に回すと、こちら中町通りという見どころあるエリアがあるので、ちょっと寄ってみましょう。中町通り、蔵造りの建物が続く、とても風情のある通りですね。松本城の街道として江戸から大正の建物が残されてるとか、歴史を感じますね。ちょっと小腹が空いたので、こちらお芋日和さんに立ち寄りたいと思います。いやー、松本けんぴうまそうが、今日は喉も渇いてたので、こちら冷たい焼き芋シェイクを注文しました。シェイクを飲みながら辺りをゆっくり見渡すと、江戸を感じられる蔵の街で本当風情あるよね。松本は歴史だけではない、地下水も豊富で、北アルプス等も含め自然の恵みも素晴らしいものがありますよね。中町通り、まだまだ先が長いぞ。松本来たらこの通りで皆さん食べ歩きぜひしてみてくださいね。ということで、一旦先ほどの通りへと戻ります。高さだけではなく外観にも規制がかかってそうなくらいの建物群、松本やっぱおしゃれだよね。千歳橋から見る松本の街並みもなかなかおつなもの。先ほどの橋から見えたちょっと気になる建物、松本市時計博物館。美術館芸術館もすごいけど、松本っていろいろ文化的な街なんですね。先ほどの千歳橋、右側はさっき歩いた中町通り、そして左側にはまた味がある通りがあるのはご存知？そう、縄手通り商店街、シンボルはなんとカエルという。ちょっと歩いてみましょう。こちらは蔵造りの中町通りとはまた少し違った雰囲気、ちょっとした小京都の雰囲気が漂ってて、ここも食べ歩きや雑貨を買い物するにはなかなか楽しめそうだね。通り沿いには夜柱神社、観光地沿いにある神社、ついつい入ってしまいます。いや、こちらも風情がありますね。千歳橋、縄手通りを境に街がだんだんと和のテイストが強くなってきました。途中には松本市立博物館、これまた新しくてでっかいぞ。他にも通りには目で見ても楽しめるお店が多く、松本見どころ満載ですね。松本城のお堀までやってきました。正面には人口約24万人の松本市の松本市役所。お堀の少し緑っぽい水もなかなかおつですね。それでは松本城を見ていきましょう。国宝松本城、56階の天守が現存している日本最古のお城とのこと。お堀の中にさらにお堀があるんですね。本日は天守に入るのには時間が間に合わず、しかしご安心を、外観だけでもそりゃかなり見応えがありますからね。こちら松本城。松本城、築城が1504年とのことで、500年以上もの歴史を持つ古城とのこと。漆黒の天守を水面に映す姿はまた実に美しい。ちなみに今回時間の関係で行けなかった松本城エリアの裏側にある旧開智学校、明治9年に建てられ、文明開化時代の小学校建築を代表する建物として広く知られているとか。ちなみに松本市は3つの学徒、山岳観光都市の学徒、聖治小沢松本フェスティバルに代表される学徒、
そして学校など教育を重んじる文化のある学問の学と、いやー実に奥深い文化芸術歴史が充実したおしゃれな都市ということがこの動画を通してもね伝わったかなと思います。ってことでお腹が空いたからこちら駅前の風林火山入ってみましょう。ということで今日もお疲れ様、とりあえずビールとお通し。来ました、こちら信州名物山賊焼き。普通の唐揚げとは一味違う食べ応えありまくりの一品。揚げ物はビールとも合うけどハイボールという選択肢も十分ありでしょう。来ました、松本名物馬刺し。色合いが美しい、癖がなくね食べやすかったですよ。締めはお茶漬け、これは信州だけじゃなくて全国共通ですよね。本日は素泊まりプランだけど大浴場に入りたいためにドーミーイン松本あずさの湯にチェックイン。ドリンクコーナーにはリンゴジュースも、さすがはリンゴの名産地信州だけありますね。とりあえず本日は疲れたのでおやすみなさい。おはようございます。今日はアルピコ交通のバスで東京新宿方面へと帰ります。いやー松本いい街でしたね。最後は信州名物おやきで締めたいと思います。それにしても野沢菜うまいな。松本駅構内のニューデイズにおやき専用のコーナーがあって、来た際皆さんぜひね買ってみてはどうでしょうか。以上松本駅周辺の動画でお送りしました。この動画が良かったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ご視聴お疲れ様でした。